業績評価を行うバランススコアカード。おはようございます、マサルです。今回はバランススコアカードについて一緒に勉強していきます。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和4年春問い19。製造販売業 A 社はバランススコアカードの考え方を用いて戦略テーマを設定した。業務プロセス内部ビジネスプロセスの視点に基づく戦略テーマとして最も適切なものはどれか。あ、売上高の拡大。い、顧客ロイヤルティの拡大。う、従業員の技術力強化。え、部品の共有化比率の向上。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はえ、部品の共有化比率の向上が業務プロセスの視点に基づく戦略テーマです。それではバランススコアカードについて一緒に勉強していきましょう。バランススコアカードとは財務、顧客、業務プロセス、学習と成長という4つの視点から業績を評価分析する手法です。バランススコアカードの大きな特徴は評価の基準に財務以外の視点を取り入れていることです。取引先の顧客満足度、社内の業務プロセスや人材育成の改善など総合的に評価指標を算出します。一つずつ見ていきましょう。財務の視点とはいわゆる財務指標の評価です。次の顧客は新規顧客の獲得率など顧客の評価を表します。次の業務プロセスは品質や製造効率などに対する評価です。最後の学習と成長は資格の取得率であったりスキルの向上度合いなどの評価です。財務だけに注目して企業の業績を評価すると視野が短期的になりやすいため、ここに書いているような顧客、業務プロセス、学習と成長という視点も合わせて評価を行い経営戦略を立てます。それでは問題を見直します。製造販売業 A 社はバランススコアカードの考え方を用いて戦略テーマを設定した。業務プロセス内部ビジネスプロセスの視点に基づく戦略テーマとして最も適切なものはどれか。正解は A、 部品の共有化比率の向上です。それ以外の間違い選択肢がバランススコアカードのどの視点に基づく戦略テーマなのかも確認しておきましょう。A の売上高の拡大は財務の視点。 E の顧客ロイヤルティの拡大は顧客の視点。 U の従業員の技術力強化は学習と成長の視点です。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和2年秋問い6。バランススコアカードに関する記述として適切なものはどれか。A、企業や組織のビジョンと戦略を4つの視点、財務の視点、顧客の視点、業務プロセスの視点、成長と学習の視点から具体的な行動へと変換して計画管理し、戦略の立案と実行評価を支援するための経営管理手法である。 E、製品やサービスを顧客に提供するという企業活動を調達、開発、製造、販売、サービスといったそれぞれの業務が一連の流れの中で順次価値とコストを負荷蓄積していくものと捉え、この連鎖的活動によって顧客に向けた最終的な価値が生み出されるとする考え方のことである。う、多種類の製品を生産販売したり複数の事業を行ったりしている企業が戦略的視点から経営資源の配分が最も効率的効果的となる製品事業相互の組み合わせを決定するための経営分析手法のことである。 A、 目標を達成するために意思決定を行う組織や個人のプロジェクトやベンチャービジネスなどにおける強み弱み機会脅威を評価するのに用いられる経営戦略手法のことである。どれがバランススコアカードに関する記述でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 企業や組織のビジョンと戦略を4つの視点、財務の視点、顧客の視点、業務プロセスの視点、成長と学習の視点から具体的な行動へと変換して計画管理し戦略の立案と実行評価を支援するための経営管理手法のことをバランススコアカードと言います。先ほど勉強したばかりなのできっと正解できましたよね。少し復習を兼ねて他の選択肢を確認しておきましょう。いわバリューチェーン分析のことです。バリューチェーン分析は調達から販売の流れを価値を作るための連鎖として捉え、
製品のサービスや付加価値がどの活動で生み出されているのかを分析する手法です。どの活動で付加価値が生み出されているのかを把握して価値の最大化を目指します。ウは PPM 分析です。 PPM 分析は事業や製品を市場成長率と市場シェア率の2軸から分析して4つのカテゴリーから状況を分析する手法です。4つのカテゴリーとは負け犬、問題児、金のなる木、花形というカテゴリーがあります。絵は SWOT 分析です。 SWOT 分析は内部環境と外部環境をプラス要因とマイナス要因の4つのカテゴリーに分けて分析する手法です。 SWOT 分析を行うことで強みや機会を生かした戦略を立てることができたり、弱みや脅威を知ってリスクを最小限にすることができます。それではここでブレイクタイム。試験とはあまり関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回はバランススコアカードについて勉強しました。このバランススコアカードの視点を利用して具体的な目標が設定されます。具体的な目標として、数値では表しにくい定性的な目標である CSF と、数値で表すことができる定量的な目標である KPI、 2つの目標があることを覚えておきましょう。まず CSF はクリティカルサクセスファクターの略で、重要成功要因と言われます。例えば顧客へのサービス向上など戦略目標を達成するための重要な要因です。一方 KPI はキーパフォーマンスインジケーターの略で、重要業績評価指標と言われます。例えば離職率の低下など業績管理評価のための重要な指標です。バランススコアカードで様々な視点で分析をした後には、 CSF や KPI など具体的な目標に落とし込まれることを覚えておきましょう。それでは最後に問題の復習です。 IT パスポート令和4年春問19、製造販売業 A 社はバランススコアカードの考え方を用いて戦略テーマを設定した。業務プロセス内部ビジネスプロセスの視点に基づく戦略テーマとして最も適切なものはどれか。正解は A、 部品の共有化比率の向上。こちらが業務プロセスの視点に基づく戦略テーマです。次の問題、IT パスポート令和2年秋問6、バランススコアカードに関する記述として適切なものはどれか。正解は A、 企業や組織のビジョンと戦略を4つの視点、財務の視点、顧客の視点、業務プロセスの視点、成長と学習の視点から具体的な行動へと変換して計画管理し、戦略の立案と実行評価を支援するための経営管理手法のことをバランススコアカードと言います。あとはエピソードトークで話した CSF や KPI も試験では出題されやすい単語なので、しっかり覚えておきましょう。 CSF は数値では表しにくい定性的な目標、 KPI は数値で表すことができる定量的な目標です。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。